部長の森下でございます。本日ここに国土交通行政にご貢献をいただきました皆様に感謝の気持ちを申し上げる機会ができたことを非常に嬉しく思います。良質な社会資本の整備を進めるために事業を計画実行する私どもとともに工事を実施いただく皆様が国民のためにご尽力をいただいていることに心より感謝申し上げます。また近年九州地方では平成29年の7月北部豪雨、30年7月豪雨、さらに昨年度は球磨川における令和2年度7月豪雨など毎年のように大規模な災害に見舞われております。今年も梅雨末期の大雨によりまして九州南部では被害が発生をしたところでございます。建設業界の皆様には日頃の工事に加え災害時におきましても復旧作業や道路警戒等にご尽力をいただいておりますことにこの場をお借りして心より感謝申し上げます。さて九州地方整備局では平成18年度から工事成績評定企業ランキングの公表並びに工事成績優秀企業の認定を実施させていただいております。今年で16回目の取り組みとなります。本日はお集まりの187社の皆様におかれましては過去2カ年度で特に優秀な成績を持って複数の工事を完成をいただきました。ここに工事成績優秀企業として認定をさせていただくものでございます。本日の工事成績優秀企業認定が皆様にとって今後の励みとなり、また直轄工事を施工する皆様の目標となり、互いに切磋琢磨をし、今後も九州地方の社会資本整備の品質向上にご貢献いただけることを期待をするとともに、皆様の今後のますますのご活躍を祈念をして、私のご挨拶とさせていただきます。皆様おめでとうございます。